地獄やばいっすね。これ最悪の天気に雷峠上がってもうた。いや、こっから降りんのか。全然前見えへん。ここで簡単なあらすじを説明しよう。浅草を9月5日に出て大洗まで走り、フェリーに乗って札幌じゃないわ大洗からフェリーに乗り苫小牧へと入った。苫小牧からトラックで運んでいただき、帯広に着き、帯広で盛大な出発式を行い、そこから70キロ走って、どこやったっけあ、ガリカチ峠に入ったのである。全然前見えへんや。いや、でもあそこ越えたらさ、南富良野町やね。北海道2日目にして、バカきつい。せっかく休憩しよう。一回休憩しよう。すぐ雨は止むと思ったが、なかなか雨は止まない。すると一人の女性が話しかけてきた。はいはい、そうなんですね。日本の発祥の地の石炭を本州送って、どん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 って雨、石炭の雨らしい。石炭雨って石炭。へー、面白い。面白いでしょ。うん、旦那さん。あ、みっちゃんさんか。じゃあ、飴をもらって別れかと思いきや、少し一緒に雨宿りすることになりました。旦那さんかって言われたんだけど、あんたしっかりしてね。ごめんなさいいや、逆にしっかりしてたから。しっかりしてね。そう見えたんだ。頼みますよ、あんた接してるよね。お母さん、さっきから雷めっちゃ喜んでますね。ああ、私大好きなんだ走るって言ったんだけど、ここで見ようってやめ止めた。あ、雷を見ようってこと。本当に。本当だよ。何で大雨好きなの。だってさ、こんなのって人間作れる。まあ、作れないですよ、確かに。作れないと、はい、100個で戻ってくるんだったら、上田町のマンション入れてやったのに、マンション。え、どこっすか。札幌。札幌南区だけど、上田町って温泉が、温泉付きのマンションも。温泉付きのマンション。なんちゃって。あ、バシャル。パワーワードや。え、でも温泉は違う場所でしょ。マンションの屋上にあります。え、札幌、札幌で。札幌で。はい、札幌で。はい、僕は札幌行きますよ。本当に行きますよ。いいよ。いいんですか。いいよ。だって、え、マジでベスト。まさかのちょうどいい場所にお母さんの温泉付きマンションがありました。すごいな。すごい。旅だね。旅だね。うん。いいっしょ、こういう。こういう出会いが好きで私日本人欲しい。寝る前に電話しますね。毎晩今から寝まーすって言って寝まーすよく言うね、ほんとにね。このね、このパンツ8回のパンツだけ持ってこいよ。パンツは持ってます、いっぱい上に洗濯機もあ、マジで髪の毛落ちてきたと最初思って、めっちゃ喋るし、しかもなんか雨とか雷が降ると喜ぶし、めっちゃ縛かれるし、なんやねんと思ったら、まさか雷様やった。本当に不幸中の幸いってこのことで、もしかしたら札幌の次ホテル泊まれるかもしれません。しかも屋上温泉付き、温泉付き屋上。じゃあ雨もやったんで、今から下って10キロ走って南富良野の道の駅で豚丼食いましょう。いってらっしゃい。豚丼セイコーマートで買っといて。オッケーです。楽しみで今日頑張るから。オッケーです。よろしく。はい、オッケー。じゃあ頑張ろう。いってらっしゃい。いいことあって、辛いことあって、いいことあって、辛いことあって、もうないやろうって時にまた大雨降ってきて、辛いことあって、でもういいことないかなと思ったら豚汁もらって、ちょっと追い込まれてます。ちょっと山降りたんですけど、暗くて見えない。雨やばくて、まあでもあと少しなんですけど、これ北海道のね、旅2日目にしてめっちゃ追い込まれてる。着いた。お疲れ様です。お疲れ様です。いやー、今日走ったわ。47キロ走った。やば。見て、また入った瞬間に豚汁もらった。ええー。
来てか、また雨来た、ちょっとやばいやばいやばい、避難避難、もう撮れへんやん、もう撮影もう戻ろう今日めちゃめちゃ大変でした。はい、もうね、あの言葉に表すと本当に天国と地獄、もうこれの繰り返しで、あのシャワーしていい場所はね、あのこういうとこです。はい、こういう排水口の場所なんかでこう頭ね洗ってもらえれば、いいかなと思います。で、まあ、ある程度髪型が決まりましたら、インスタ映えとかもね狙った方がいいんじゃないかなと思います。じゃあインスタ映えになりましょう。いきますよ。はい、ズワイガニー。はい、 OK です。このシャンプーの泡でついでに変わる。ポッポ屋のロケ地の駅でございます。どうも、こんにちは4月からこうパターンとこう仕事をしないことがなって、もう何もできなくてずっとトンネルめっちゃ長い、2500ぐらいあったけど、北海道最高。